ヒデです。よろしくお願いします。14歳の母第2話の感想動画になります。よろしくお願いします。とてもいいドラマですね。うん。僕はずっとこの2話。まあ第1話は、そこまででもなかったんですけど、第2話は、なんか、ほとんど、もう涙をこらえて見てましたね。まあ後半は、まあ、ほぼ泣いてましたけど、第2話でこんな気持ちになってしまうと、もうこの後どうなるのかなっていう心配もありますけど、うん、まあでもそれぐらいいいドラマですね。うん、コメントに、うん、まあ賛否両論あったっていうようなことも書いてあったような気がしたんですけど、僕は、うん、とてもいいドラマだと思います。もう次も早く見たいですね。うん、実はですね、シダミライちゃん、まあうちの地元の子だっていう話もしたんですけど、見てて、まあお母さんがその妊娠検査薬を見つける前にですね送り届けるシーンがあるんですけど、その後にそのミキちゃんはバスに乗って走っていく姿が映るんですよ。まあ、バスに乗ってるシーンがあるんですけど、無言で、まあ、遠くを見つめてるんですけど、そのシーンを見てですね、なんかうちの娘、今19歳の娘にですね、なんか似てるような気がして、で今離れて暮らしてるんですけど、その娘に LINE したんですよまあ、シダミライに似てないみたいな感じで LINE したら、すぐ帰ってきて、あ、言われたことあるみたいなこと書いてあったんで、やっぱ似てんだと思って、僕だけじゃないんだと思って思ったんですよね。でそれからですね、なんかそのシダミライちゃんの演技を見てると、あ、うちの娘を見てるような気になってきちゃって、自分の娘を見てるような気になってきちゃって、やばいなとか思って、うん、もう2話はなんかちょっと感情移入しすぎちゃいましたね。似てるんですよ。表情とか目に力があるところとかってすごい似てて、でまあ一緒に暮らしてた時はやっぱり喧嘩とかもする時あって、生瀬さんとの喧嘩みたいな感じ、同じような表情するんですよね、してたんですよ、うちの自分の娘がね。で言い方も似てるし、話し方もなんとなく似てるんですよね。だから客観視できないような見方になっちゃって、結構入り込んじゃいましたね。でも育成さんに感情移入はしなかったんですけど、自分の娘を見てるようでちょっと落ち着かなかったです、見てて、もしかしたらこういうこともあったのかな、あったまあないですけど、あってもおかしくなかったのかもしれない。その時に同じような言い方をして同じような行動を取るのかなとかって思ったり、余計なことまで考えちゃって、ちょっと入り込みすぎちゃいましたね。でまあ今回はまあヒロハルマくんはほぼ後半にしか出てこない。で彼はやっぱり彼で悩みがあって、その辛さを知ってるからミキちゃんはなかなか打ち明けられなかったっていうことなんでしょうね。多分その受験がどうのっていうよりも、やっぱり彼の、まあ、生い立ちから今抱えてる悩みみたいなのも知ってたと思うし、彼が何を求めてるのかっていうのも分かってたと思うんですよね。だから打ち明けられなかった、
自分でどうにか解決しようとしたっていう、うん、すごいまあけなげで、でもそういうところを見てるともう涙も出てきてしまうんですけど、でっていうのはやっぱり男よりも成長が早いですし、僕は自立心もすごい強いと思うんですよ。だからおそらく彼女は今自分にできることは何なのかっていうことを考えたし、しかも好きな彼の子供ができたっていうところもあって、まあ、手帳とか何回も見直してましたよね。プリクラ貼ってあってその日に、うん、なんかすごいジーンときちゃいますね。ああいうシーンを見るとジーンときちゃうし、産婦人科で先生に14歳で産むのは犯罪ですかみたいな言い方をしたじゃないですか。あれはやっぱりこうググッときましたね。まあ先生もまさかっていうような表情を出しましたけど、まあ高畑敦子はうまいですよね、ああいう演技、うん、あれはかなり、うん、女性の強さを表してる感じがしましたね、うん、こういうところが強いんだなって思いました。女性っていうのはやっぱりもともとこうあんな小さい頃からですね、やっぱり女性っていうのは精神的に強いんですよね、うん、男性よりも全然、うん、だからすごいいろんなことを考えてんだと思います。だけどやっぱり無力っていうことを感じて、そこでやっぱ悩んでしまうんでしょうね。どうしようもできない自分がいるという、あれは本心だったと思いますね。産みたいっていうのはやっぱ本心なんだと思います。好きな子、好きな人のことだから、その、うん、結局そこにつながるんでしょうね。やっぱり女性っていうのはやっぱ真面目だし精神的にも強いし、母性本能もあるんで、うん、まあそういう選択をするのはまあ分かりますね、うん、なんかそういう意志の強さみたいなのも自分の娘と似てるんですよね。だからとてもちっちゃいんだけど、あんなちっちゃいのにどっからそのパワーが出てくるんだみたいなところありますよね、うん、とてもすごいいいドラマですねこれは、うん、もう第2話で分かります。第3話第4話っていくともう僕は泣きながら見ちゃうんじゃないかなって思いますけど、まあ期間があるんで、どんどん見ていこうかなと思ってますんで。はい。全然、コメントくださる人とか、登録されてる人、別に急いで見なくていいんで、よかったら見てくださいっていうような感じなんで、あんまりこう、あ、出たからすぐ見なきゃってことないんで、どんどん見てくれっていうことではないんで、僕の勝手な問題なんで、はい。その辺は分かっていただけると嬉しいなと思います。はい。まあ、今日は以上です。失礼します。ありがとうございました。